こんにちは。今日はローソンさんでいつものローソンで買ってきたのエビカツバーガーですね。これ半額だったのでこちらを食べたいと思います。いただきます。オープン。いただきます。うん、うんうんうん、こっけりですね、これ。うん、これ昨日のお昼ぐらいに買ってきたやつなんですけど、大丈夫かなって思って。うん、助かりますね、この半額。うん、うん、あ、熱いですね、これ。温まりますので、湯気も温まりますので、やっときて。うん、ココアですね、これ。あともうちょっとしかないんですけど、やっぱりココアは万能ってんですよ。ちょっとしかない。うん、やっぱココアは万能ってんです。美味しいですね。3日間ぐらいかけてこれ500飲み干しました。あ、エビが出てきましたね、これ。エビが、うん、温めたんだよ、レンジで。美味しいですね。うん、オリオンビール、いただきます。おじい自慢のオリオンビール、いただきます。オリオン、オリオン、あ、すごい。あー、いいですね。いいやつで新しくなったみたいですね。ニュー、さらに爽快なうまさ。新しくなったみたいですね。いや、さらに爽快感やばいですね、これ。半端ないです。うん、あー、いい、冷えてて美味しいですね、これ。うん、はい。そしてプリプリエビバーガー。うん、エビがいっぱい入ってます。うん、うん、見えますかね、これ。なんかエビが、プリプリエビがいっぱい入ってますよ、これ。うまー。手作りっていうのも嬉しいですね、手作り。うん、あー、うん、おいしい。エビを感じられますね。うん、エビをちゃんと感じられます。うん、ココアとビールのちゃんぽんですって。うん、昼間から。うん、うん、うん、さっきビーフィットにハマってて、ほぼ毎日最低30分ぐらいはトレーニングしてるんですけど、うん、今日も朝から1時間ぐらいやりました。やっぱ運動した後のビールは美味しいですね。今日はヨガと筋トレやりましたね。よかった。あー、一瞬、うわ、うん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 、
うまいです。運動しても全然食べてるんで全然痩せはしないんですけど、うん、悲しい事実。1時間やろ2時間やろ結局いっぱい食べるんで体重は減りません。むしろ太ってんじゃないかって感じ。悲しい悲しい、うん、うん、なんかコロッケっぽい味もしますね。なんかお芋入ってるんですかね。なんかコロッケっぽい味も。具沢山でなんか入ってるのかもしれないですね。あ、なんか見えますね。これ白いの、なんだろう、卵のサンドイッチの中に入ってるあの卵とマヨネーズみたいな感じのやつが溢れてますこれ。うん、いくらの300、税込み390円の半額ですね。うん、あ、1個でも400円ぐらいするんですね、これ。ラッキーって感じ。うん、100円バッグが4個買えますね、これ1個。通常400円ぐらいなんで。でもやっぱ手作りだし、こんなエビがやっぱりいっぱい入ってたら、うん、嬉しいですね。最後までエビが生き残ってるっていう。うん、やっぱ手抜いてないんですね。久しぶりにエビ食べた気がしますこれ。美味しかったです。ごちそうさまでした。